前回までにパンダズームだと一通り、まあ、夜教科書に出てくるほとんどのお話しました、はい、まあ、そこが最低限分かれば、うん、あと練習した練習あるんですね。それでね、一人やってなかったのは、はい、今まであなた一人だった、うん、で二人の場合どうするの、うんうん、で二人っていうのはあの、まあ、よくニュースの中でインタビューするし、はい、ドラマの中でもあのやり取り、うん、二人の会話やり取り、ね、多いでしょ、はい、でその時どうやってするか、うんうんうん、これがね、これは見ての通り、先ほどのレストラン、船の横の、はい、ピザの、うん、これはなぜ広く売ってるかって、まあ、場所を説明してる、うんうん、この広い、船の横の港の横の、はい、布団のこの素晴らしいデッキの横で2人が喋ってますね、はい、っていう位置関係を表すために広いで撮ってる、これだけ見るとこの人もあなたも顔よくわかんない。そうですね、うん、こういえば場所説明っていう意味で最初は入れておいた方がいい、うん、でこのままズームインでもいいんですけど、まあ、ここ今切り替えてますけど、こうでしょ、一応ズームで寄ってって、うん、このズームで寄るってさっきも言った通り強調でしょ。そうですね、うん、位置関係で2人がこの2人を、はい、注目してもらいます。そうすると、まあ、2人の会話は始まっていくんだな、うん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 、そういう、はい、だからズームの働きってここにしてる。そうですね、でもう一つちょっといきますね。でこれで今、はい、これもよくあるし、うん、よくあります ね、 ね、 これはもう本当によくあるし、肩越し、肩越し、うん、ちょっと肩越しです、肩越し、肩越し、はい、でこの場合は肩越しでこうやって見てなんか真剣な話をしてるか聞いてるかという、うんうんうん、まあ、これはもう普通じゃ普通、うんうん、これはもうインタビュー典型だね、うんうん、インタビューと限らず家族で行こうか、はい、2人で撮るときによく見るシーンですね、うんうん、まあこの時はこちら前も言った通りウエストサイズ、うんうん、あそこウエストね、はい、うん、でこちら舐めてるとこれがいないとただのウエストサイズ、うん、いることによって話は、そうですね、でもう一ついきますね。でこちらは 逆に切り替えて、反対側から聞いてる話をしてるわけですね、これもよく見かける。だからこれの意外と、うんうんうん、これはあのドラマの中でも、はい、ニュースでも、うん、まあ、普通のインタビューとか、はい、これよくよくある話、うんうん、これはあのマクロンとか2台のカメラを持ってやるのもあるでしょうし、ああの雰囲気だけ伝えるんだったら1台で切り替えれば、うん、あと編集するだけでできる、うん、で切り替えることによって、まあ、雰囲気、話した内容をどう強調するかによって変わってきますけどね、うんうんうん、でたまにこれを真横から真横から、うん、ちょっとさらにバック、うんうん、まあ、あとは同じこう行ったり来たりやると飽きちゃうと思いますけどね、それはあの変化によってで、うんうん、それは作って次第、撮り方次第、うん、見せ方次第、それでですね、ちょっと覚えておいてほしいのは、はい、いい絵ですよね、二人で向こうにね、うんうんうん、いい絵でね、うん、はい、これはね、はい、本来やっちゃいけない、うん、ほとんどの人分かんないよね、難しい話しますよ、はい、これドラマの世界の決まり事なんですけど、はい、今二人がこう見るでしょ、はい、で向こうから撮ってたでしょ、さっきの映像ですね、うん、あの海側が背景になって、うんうん、ね、はい、今こう向こうのお店側が背景になってるでしょ、はい、この二人の間をね線を引くんですよ、これね、イマジナリライン、イマジナリライン、イマジラリライン、うん、これね、決まり事があって、はい、カメラはこの線から越えちゃいけないって決まりがある、ほう、大昔から、映画の時代から、イマジラリラインってどこですか、この二人、この線、さっきカメラはこの線の向こう側から撮った、これをこっち側に来ると、何が起きたかっていうと、まあ、それほどじゃないんだけど、人物の位置が逆になってきます。いいですか？わかる？さっきは、はい、あなたが右側にいる、はい、この方は左側、左側ですね、これもそうですね、これも右側にいるでしょ、はい、この時逆になっちゃう、おー、うん、だから逆転しちゃうので、位置関係が、だから細かく言うとドラマの中で映画とかでやっちゃうと、はい、
急にポーンって位置変わっちゃう。どこにいるか分かんなくなっちゃう。って言って今いらないって決まってて、超えちゃいけないってことだった。じゃあもし最初のスタートがこれだったら、その女性が離れて、出せるって決めたらもう、その本来だよね。これはこれ言ってもね、普通のこと、普通の撮影に関係ないのと、報道みたいなのは一切関係ないんですけど、そういうものがあるんだって覚えてるとき。考えたことない、うん。これはあまり、もうあまり説明しない。バカな感じだから。逆にその映画とかいろんなの、映画の時は、映画の撮り方の中に出てきます。そんなところまで繊細にやってくださってたんですね。こう視聴者側からすると気づいてもなかったんですけど、それで、そのおかげで見やすかったな。まあ、これの逃げのコツとして、実は今見ててそんなに違和感ないんですよ、はい。実はね、この前にコツがあるんだ。これ。あ、2人の関係を平等に入れると、もうどう見たってこちらにいる。どちらって海の向こう側に、海のこっち側にいるって分かる。うんうん、それでこうやってやると、違和感はない。今の2人の平等がなくて、肩鍋だけで撮っててこうやると、急にどこに行くか分かんない。というんで今になるんだ。それを逃がすために今やったような両方、もしくは上から撮ってとかを普通テレビドラマとか映画ではやるんですよ。こういう説明さんにおさつの人は分かんないですね。考えてなかったですね。だから基本は全部こういうのなんですよ。こういうふうになって、ね、うん、これが難しいですね。難しいな。ただそういうものがあるってだけ頭に入れておくといいかもしれない。そうですね。そうですね。人を撮るときはもう、そう。右と左の構造。だからおそらくニュースの中で、よくね、外国から有名なタレントさん来ました。はい、ホテルでインタビューしてきましたってありますと、2人で。そういう時も大体こうカメラがあっち行ってたりしないですよ。もう1カメラ1台か2台で行ったとしても、線引いたこっち側だけ、こっち側だけで撮るのが普通。そうなんですね。じゃないと行ったり来たり行ったりしてって見にくくなっちゃう。見にくくなっちゃうから。ただホテルで何もない部屋ならいいですよ。ドラマみたいにこう背景がいろいろ薄くなって、はい、なおかつ何人もいたりすると、はい、おかしくなる。ちょっと見てると混乱しちゃう。ね、うん、という決まりがあります。です。参考に、はい、ありがとうございました。